ではホームの FC 町田ゼルビアからスターティングイレブンです。ゴールキーパーが福井浩樹です。ディフェンスラインが三木海、水本博樹、高橋翔平、奥山正幸です。ボランチに高江レオ、平戸大輝です。右に吉尾海奈、そして左に太田修介、真ん中のトップ下長谷川アーリアジャスール、そしてベテランの中島優希が入ります。茂木深津、酒井、奈良坂、岡田、チョンテセ、ドゥドゥとベンチには控えます。一方のアルビレックス新潟です。ゴールキーパーが阿部コートです。そして藤原壮也、マイケル・ジェームス、千葉和彦、堀米雄斗の最終ライン。ボランチには高高博、島田譲です。今日は谷口がご覧のように右中盤、高木義明、左に本間志音で、鈴木浩二がこのゲームから戻ってきたということになります。ベンチには藤田、早川、それから田上、秋山、星見と宮村と入っております。この狙いというのは渡辺さん、どんな風に見ればいいですか。やはり本間志音対策だと思いますね。一対一のところでまず優位性というよりも一対一でしっかりと主導権を取るということですね。右サイドまで行く、えぐっていく、低いボール打てるのか、左に入った、先制は三木海。左サイドバック起用の三木海の左足、いきなり火を吹きました。いやすごかったですね。このクロスもマイナスが合わなかったんですが、かなり長い距離を走ってきて抑えの効いたいいシュート、コースも完璧でしたね。かなり水も撒いてましたし、雨の降った影響でグラウンダーでしたけど、ボールが伸びましたよね。少し変化を加えてきて、まあ、先ほど本間志音対策ではないかという、まあ、プレッシャーを受けるほどっていう圧は感じてはいないと思うんですけども、やっぱりあれだけかなりの量の水を撒いてましたから、はい、その辺のやっぱコンディションに慣れるには多少時間はかかると思います。さあどうだ、吉尾海奈、ふわっとしたボール、太田俊介追加点。背後からスルスルっと出てまいりました。太田俊介2試合ぶりのスタメン、 FC 町田ゼルビア突き放します。ディフェンスに当たってコース変わったかもしれないですね。けど、まあ、このクロスに対してかぶったところをよく裏詰めてましたね。少し阿部の反応なんかは当たってますね、はい、なので逆取られた形にはなってますけれども、マイケル・ジェームズの足に当たって逆に反応した阿部。そして今日右の奥山になってます。右サイドバック奥山正幸、吉岡井から長いボール、中島を越える太田まで来ました。サイドチェンジ、太田2点目のゴールはこの人から。いいとこだ。そしてどうだ、打つのか、長谷川右足クロスバーわずかに上、長谷川アリアジャスール、大きなサイドチェンジから高江が出てくるタイミングも見事でしたしね。今101ですが、あと7つ。ただあの、ね、通算の出場記録はあの水戸の本間浩二に迫る勢いで伸びてますけどね、はい、ここはどうだ、高木が送る、届くか、鈴木浩二。やはりこの人にボールが触れれば何かしらの仕事はしてまいります。乗りながらしっかりと枠に飛ばす、打てるプレイヤー鈴木浩二、寝かしつける、どうだ高木、長谷川がうまい処理です。おっと、しかし前を向いた本間志音、ドリブルがある、堀米スペースがある、低いボール、うわっと、最後は本間志音でしたが、キーパーの福井の鋭い反応がありました。よーく反応しました福井、まあ、ワンツーは完璧、まあ、縦に行く本間、マイケル・ジェームズ、本間、マイケル・ジェームズ、徐々にマイケル・ジェームズが上がりながら、本間狭いところ通そうというところ、谷口どうする、高木がちょっと重なった、ふわっとしたボール、藤原来た、角度ない、まだある、堀米フリー、左足アウトにかけた。
ました。アルビレックス新潟、最後は堀米雄斗左足のシュート、2対1。すごいシュートでしたね。ここで少しスピードダウンしたんですけど、このクロス、まあ、ここで遅れたと思って吉尾も寄せたんですけどね、同サイドのニア、ニアを切っていた福井でした。あ、けどやっぱり少し堀米顔は中見てるんですね、ちらっと中を見て。マイケル・ジェームス右を使う、ここに面白い、どうする、星も入っていく、星の頭か、どうだ、高木の右足、キーパーの福井、まだある、谷口が拾う、戻す、堀米1点のビハインド、新潟チャンスが来てる、谷口ストレート系のボール、どうする、どうする、本間がコースが空いてないか、まだあるか、まだあるのか、高木つなぐ、うわ打てませんでした、最後に新潟。さあレフリーの野田さんが右腕見て、今手が上がりました。無敗のアルビレックス新潟を止めた、天空の城そびえ立つ町田祇園スタジアム、その初戦、まるで優勝したかのような勢いは FC 町田ゼルビア、チームのホームスタジアムの歴史が変わるとき、クラブが堂々と白星、勝ち点3でその初戦も飾りました。